僕たちが遊びたいものを、そしてきっとそれはユーザーの皆さんも遊びたいだろう、遊んでくれるだろう、楽しんでくれるだろうと思いがあって作ってたものなので、今回あえてその様式美なゲーム性ではなくて、もっと自由に走って歩いて冒険できる世界をメインにしようと。一般の JRPG で省略しちゃうところ、その省略されているところを逆に徹底的に作ろうかなっていう気持ちがあったんで、でそれでまた新しい形のなんか JRPG が作れるんじゃないかなっていう、そういうチャレンジもあったんで、とことん作ったところで言えば、例えば主人公たちが歩くフィールド、ものすごい広いフィールドなんですね。ゼノブレードの場合だとそんなに全部はいらないです。お話が起きる場所だけ例えば作ればよかったりしてなんですけど、もう全然関係ない場所も作る、でそこに行って楽しんでもらうっていう、本当に全部遊んでもらうってことを考えると想像絶する広さでしたかね。広さは最初に巨神と鬼神という設定上はもう何百キロ何千キロってある世界なんですけれども、そこでまあ冒険する以上は狭いのはないだろうと、もう最初に決まってましたので、異世界でのお話になるので、どこどこの土地がとか、まあ、言われてもまあピンとは来ないわけですよ。やはり何十時間も遊んでないと。そうするとちょうど巨神と鬼神っていう形がいいわけですよね。今足にいる、今腰にいる、頭にいるって言っただけで想像力がこうすごく膨らむと思うんですよ。それがその広さと高さとうまくマッチングするんじゃないかなとは思っていました。いろんなことがやれるようにしてあるんで、やりたいことはもう遊ぶ人が決めてほしい。でフィールドにいっぱいその秘境とか気になる要素をもうとにかくばらまいて、で開発的にはもうとにかく高橋のシナリオとの戦いですよね。シナリオを読みたくなるシナリオを書くわけですから、続きが気になるけど、それを置いてまでこっちの気になる秘境に行ってみたいっていう方に引っ張れるかどうかが僕らの仕事なんですよ。でどっちに行くかっていうのはユーザーが決めてくれればいいしっていう、そうですね、そういう意味ではユーザーさんが自分で遊び方決めれるものになったかなと思いますけど、あれだけ広い世界なのでシームレスないと全く意味が、ね、なくなってしまうので、本当に自分がそこの世界で生活している感覚を持ってほしかったと。どうしてもこうバトルシーンに飛んだりとかイベントシーンに飛んだりとか読み込みが入っちゃうと、今俺はゲームをやってるんだって思っちゃうんですね、どうしても。でなるべくそのゲームをやってるんだ、自分がゲームをやってるんだと思わせない方策としてシームレスと、とにかくそこには、ね、こだわりました。とにかく走り回って欲しいと、そこをまあまあある意味全てかなと思ってて、戦闘ももちろんお話ももちろんこだわってる部分ではあるんですけれども、それ以上にやはりまず世界を堪能してほしい、隅々まで行ってほしいといった思いで